はい、こんにちは。日本改革と奥沢です。中村社中様、アシュシュ様、佐竹様、子猫のしっぽ1号2号様、まさみ様、ももちゃん様、花ジェリー様、オノノマトペ様、山ちゃん様、元文様、ご支援ありがとうございました。皆様、何度も何度もご支援いただきまして誠に誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金とさせていただきたいと思います。昨日ですね、靖国神社正殿参拝、メール当院様限定ですけれども、懇親会、開催いたしました。暑い中ご参加誠に誠にありがとうございました。さすがに暑くて参りましたよね。帰ってきてT シャツが汗でぐしょ濡れで、あとスーツ長時間着てるって背中疲れますね。胸張ってないとシワになっちゃうから、よく世の中のサラリーマンさんは一日中スーツ着てられるよな、偉いな、思いながら、ご参加された皆様、誠に誠にありがとうございました。来年もまたやろうと思いますんで、その時はまたよろしくお願いいたします。懇親会にですね、川口からご参加されていた、女性、に、お話お聞きしました。17時ごろ川口駅からちょっと離れたコンビニを利用した。帰りにね、数人でたむろしていたクルド人に自転車の荷台をすごい力で掴まれて、なんか持ち上げられてたりなんかして、お姉さんお姉さん待って待って、言われたが必死に頑張って逃げてきたと、逃げられたと、怖いので暗くなってからはあそこのコンビニに行けない、言ってました。なんか川口市長の、川口市民が被害を受けてるなんて聞いてないとか寝ぼけかましてましたけど、こうやってね、被害実際にあってんだからさ、数人でたむろしてるってだけでもおっかないし怖いし、暗いとこにね数人いたらね、それだけでも被害でしょうよ。威迫っていうのかな。アンカーベビーって言葉ご存知でしょうか。日本生まれの子供いたりなんかすると、で、その子が小中学校に通ったりなんかするとですね、特別措置なんつって、送還を逃れられるっていう、バカなことね、法務大臣権限でやったためにですね、強姦してでも産ませたり、強姦してでも自分の子供が欲しい、日本に居座るための、アンカーっていうのは船の怒りのことですね、アンカーベビー、つまり、ベビーを海底に突き刺して、船が動かないようにする。日本にしがみつくための道具がアンカーベビーであります。川口市は今こんなことになってんですよ。テレビじゃ、全然やらないけどね、テレビで全然やらねえから、奥の木市長は寝ぼけかまして全然耳に入ってこないとか言ってんのかな。ツイッターちょっと見たら川口市民の被害なんかいっぱい並んでんのにね、パソコン一切見ねえのかな、バカ市長はな。元社民で今立憲の石川大我参議はですね、自警団をヘイト団体呼ばわりしているそうですけど、団はこれ名誉毀損で訴えてもいいんじゃないの。自警団に参加してた方も昨日懇親会、来られてましたけれども、これ名誉毀損で訴えてもいいんじゃないの、ヘイト団体呼ばわり。日本が壊れればいいのか、なんでも、こいつはさ、石川大我はさ、日本が壊れればなんでもいいの。川口今こんなことになってるみたいであります。で、ツイッターの、書き込みでですね、川口にマンション売ってたけど売っちゃった、3年後は値崩れしてそうとかですね、川口から脱出する日本人増えてる、不動産屋が言ってた、いうような書き込みもありました。台風7号上陸はせずに千葉県東をかすめる感じで抜ける模様であります。私の住んでる地域はですね、今日の20時ぐらいから朝まで、小雨とですね、7メーターの強い風が吹くみたいであります。東京ディズニーリゾートは台風を警戒して今日16日は15時で、つまり午後3時で閉園するって、前から楽しみにされてた方、気の毒ですね。
8月16日ディズニー、リゾートだぞなんつって、やったねお父さんなんつって、楽しみにしてた子供とかかわいそうでかわいそうで、ディズニーリゾートの1日の売り上げっていくらぐらいなのか想像もできませんけれども、まあ多分億でしょうね、億単位、夏休み中の休業は大損ですね。こういう時あの急に休みになっちゃったバイトってどうなるんでしょう。やっぱりお金もらえないんでしょうかね。まああの前から楽しみにしてた子供とかかわいそうだなぁ、フジテレビイット伊勢丹さんのですね、階段に座って飲み食いするな艦隊時張り組に食いついておりました。中国人の文句ばっかり放送して伊勢丹を悪者にしてました。これは自分たちが悪いと言いたいために書いている。中国でもこんなことは滅多に見ません。明らかに中国人に対する差別です。何ってちょっとおかしいぞ。不愉快です。中国人のマナーが悪いから書いてると思う。他の言語も書いた方がいい。何ちょっとおかしいぞ。これこのまま放送したの。まあ後で説明しますけど、両論です。日本のルールに従えないなら来んな、他のデパート行けよ。日本人なら百貨店の階段で座り込みなんかしないからね。階段で飲み食いする文化があるのか、さすが中国。デパートの階段に座り込む方がおかしいだろう。日本人がなぜ中国人のしつけをしないといけないのか、なぜ差別されるのか、わからないほどバカなのかね。中国でもこんなことはめったに見ません。めったにないけどあるんじゃん。じゃあさ、それにこれは文化だって威張ってたぞ、あのこの写真投稿した中国人は、これは文化と認めろみたいな威張ってたよ。不愉快です。中国人のマナーが悪いから書いてると思う。中国人のマナーが悪いって自覚あんなんだよ。指摘されると不愉快ですってなんだよ。中国人のマナーが悪いから書いてると思う。不愉快です。なんだよ指摘されると不愉快ですってさ。日本人にあの理解できない思考回路と倫理観ですね。指摘されずにやりたい放題やりたいって言ってるだけで嫌悪感すら感じますね、このあの投稿はね。日本人のマナーが悪いからです。不愉快です。書かれたことは不愉快ですね。中国人とはあの衛生観念も倫理観も決して分かり合えないですからね。さすがフジテレビね、あのアホ丸出し中国人の肩持って、それが視聴率最下位の秘訣ですかね。放送前にですね、この中国人言ってることおかしいなって気がつかないんだもん。気がつかないんだもん。衛生観念と倫理観が中国人のスタッフが作ってるんですかね。指摘されずにやりたい放題やりたいっていう主張にすごく共感できるスタッフであるとかね。これがあのフジテレビ没落の秘訣か。そういえば12年前か13年前になりますね、フジでもってね。この頃から何も変わってねえもんね。これはあのしぼんで縮んで乾いていくしかねえよね、フジテレビはね。進次郎、次誰がなっても自民党総裁任期は3年になる。あと3年、ああそういうことをやるんだってことを論じ合うのが選挙です。こういう議論が交わされる総裁選にしなければならない。何言ってるか全然わかんないですね。何どういう、何言ってんの。世論です。鳩山級のホームランバッター、脈絡なくてわからんだけど3年となんか関係あるの。くるくるパーやんけ。この人の言ってることいつ聞いても意味不明、酔っ払ったおじいちゃんや。表情を見る限り自分でも何喋ってるかちゃんと分かってない。見事なまでにスカスカ、相変わらず何言ってるのかさっぱり理解できません。相変わらず中身がね、政治家なんだから議論は普段からやってる。まあ総裁選の時だけじゃなくてさってことだね。会話が成り立たないって最強かもしれない。相変わらずだからっていうようなことを言ってて大丈夫かなこの人。高市さん100としたらこいつ1ぐらいの脳みそですかね。なんとは体感でさ。こんなんでもあの日系の自民党支持者対象の調査では石破 20% で、時点の 18% の人気者なんですよね。その石破ですが推薦人を20人集められなくて総裁選に立候補も難しい模様であります。勉強会やるぞって呼びかけても集まったのが8人、これは無理だという指摘も。世論です。8人のうち2人は石破と講師だから実質6人。なぜこの人は自分が総理の器じゃないと気がつけないのだろう。後ろから打つ人間に誰がつくのか。安定した偽人気を誇る石破さん、諦めなさい、あなたには無理。石破大人気のマスゴミ嘘ばっかと。麻生さん10年間話したこともない。安倍さん会合に誘っても来ない。河野太郎話したこともない。
ガース幹事長室大臣室閣議以来で以外で話したことない。谷垣さん8年は話してない。石破派だった平正明派閥の会食ぐらい出てきてほしい。石破派だった斉藤健人望がないことを自覚してほしい。舛添なんと俺より人望がない。あいつの顔を見ると飯がまずくない。石破派だったっていうのは今ないからですね、なくなっちゃいました。解体。派閥を維持する能力も人望もなくてですね、解体になっちゃいました。推薦に集めらんなくて出馬できなかったら常日頃からですね、石破大人気って嘘ついてるテレビ新聞はどう責任取るつもりなんですかね。自らの自分らの商品を自ら毀損する、価値を下げる唯一の業界、それがマスゴミであります。変わってるよね。変わってるっていうかバカなのかなって気がしますけど。厚労省が外国人受診実態を調査。調査した5000余りの病院 54% 外国人が受診したことがある。うち 18.3% で料金未払いがあった。2割、外国人踏み倒し。1病院あたりの、外国人の月間未払い金平均は49万円たった1ヶ月で、500万円を超えたところも10施設あった。狙われてんじゃねえの、ここの病院甘いからなんつって。23年9月だけで100万円を超える未払いが42件あった。まあ5000の病院のうちの42件ですけども。世論です。マジ頭くるね。舐められ放題だな。外国人は金持ってるはずでは。該当大使館に払わせろ。日本人と同じ感覚で受け入れると痛い目見る。食券みたいに前払いにしたらいいじゃないか。パスポート預かるとかしておかないと逃げるよ。外人からは前払いで保証金取っとけよ。大使館に請求せよ。安い労働力欲しさに外人を入れたい経団連が原因だよ。しかも公明立憲共産令和社民は外国人に参政権を与えようとしていると。外国人が受診したってだけで、旅行者なのか留学生なのか長期滞在者なのか記事からわからんすね。売れる記事、にするならそこら辺も書いてくれよ日経。旅行者でもう日本に来る予定ない外国人なら、まあ、平気で踏み倒すでしょうね。そういう旅行者はですね、旅行のための保険っていうのを短期のね、入ってる、1万円とか1万4000とか入ってると思うんですけれども、日本人とは倫理観が全然違うんだから、こういう時は各国大使館に立て替えさせて、帰国した後で各国政府が本人から取り立てるような取り決めが必要じゃないの。これ倫理観が全然違うんだからさ、ズルできる時にしないのはバカぐらいの倫理観の国が近くに2つ3つありますよね。あとはパスポート預かっておいて払うまで返さないであるとか対策しないといつまでも被害合い続けるぞ。3ヶ月以上の滞在で国保に入れますから、まあ、留学生とか実習生とかね、保険に入ってる外国人なら診療した事実があれば保険から7割もらえて損は3割だから、病院はね、のんきに構えてるんじゃないかって疑いありますね。だから10万円の医療費だった、診療した事実があれば国保から7万円は来ます。本人負担分の3万円踏み倒されました。まあな、10万円のうち7万円来たからいいかなんつって病院がもうのんきに構えてんねえべなーっていう疑いありますね、これね。その外国人の踏み倒し分をですね、日本人の国保税で払ってるなんて冗談じゃないですよね。日本人でも踏み倒すやつはいるけどさ、でも日本人は外国に逃げたりはしないからね。というわけで腹立つ記事が連発ですけれども、来年も多分生きていられると思うんで、まあ、難病にって立っちゃいましたけれども、恐怖指短男というのを考えたんですけど、私は、ね、指短いらしくて難病のせいで、手袋はめといてね、俺の指長いって言って、長いよって言われたら手袋外して叩きつけて、これでもかって、恐怖指短男。全然怖くね全然怖くないですね。その昔ターボババアっていうのもいましたね。時速100キロで走って車を追いかけてくるっていうターボババアっていう昭和の怪談ですけれども、その頃は映像がフィルムで解像度低くてですね、そういう
何心霊番組とかよくやってたもんですけれども、今はデジタルだからくっきりはっきりしちゃって、そういうのもなくなっちゃいましたね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。